ガリシア州内の位置、カルテージェは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体、コマルカダテイラーでセラノーバに属する。ガリシア統計局によると、2013年の人口は3037人。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.53%。カルテージェは、オーレンセ県の西部に位置し、コマルカダテイラーでセラノーバに属する。北は、 カストレーロ・デ・ミーニョトとエン、東はサン・シブラーを、ダス・ビーニャス、アメルカ、南は、セラノーバ、ラミラス、ゴメセンデと、西はアルノーヤの各自治体と隣接する。自治体中心地区は、オ・ムンディル教区のオートムーロ地区。カルテージェは、セラノーバ司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。人口は12の教区の49の地区に居住する。 自治体市長は、ガリシア国民党のマリーアデルカルメンレーテコエージョ。自治体表議員は、ガリシア国民党、7、ガリシア民族主義ブロック、3、ガリシア社会党、1となっている。カルテージェは1 2の教区に分けられる。太字は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。